諸春長篠での勝利により小田原城の包囲にほころびが生じた。豪を煮やした平清盛が包囲軍を割いてそれぞれの地に差し向けたのである。今こそ好機、竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に光が差し始めていた。芝生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなっている。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。ここからの力仕事は任せてもらおうか。包囲には島津が参加しているか噂には聞いていたが、本当に妖魔に協力していると。この戦い橘が出るぞ。あの戦屋に真意を正す。橘に続け。包囲はまだ熱いけど穴は開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守りつつ清盛を倒せばいいかな。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。親方様の留守を預かってるんだから、小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんてけなげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。守備待ち。あんなところに敵？いけない、助けに行かなきゃ。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ天下無双の剣をやめるなよ。結果死に任せ。はい、よくできました。銀千代殿はお強い。友達なんだから、小田原城みんなも私が守ってみせる。はい、お待ちしてました。やばい、私やっちゃった。貴様はここで潰され、終わる。わしが説教をくれてやろう。その戦ぶり手本といたします。厳しいかな。ねえカイ、あんた休養期でしょ。
諦めちゃダメよ、絶対。地獄に存ずる。いや、もう必死すぎ。だから引っかかっちゃうのよ。骨ごと噛み砕いて。これぐらいにしといて。敵将、高校服が討ち取ったわ。仕方ないな。それ遊んであげる。任せい。
これぐらいにしといてやる。敵将、高幸福が討ち取ったわ。姫様、ご無事でしたか。本能から離れた後どうされたかと。本当はここに置いてもらっていたの。だから前にも小田原城にも感謝してる。こっちも絶対に守らなきゃ。姫様を助けていただいた恩、わしも返さねばなりませんな。この小田原城はカイ殿の愛しき風景、やすやすと妖魔の手には渡せぬ。私たちのお城も清盛に壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。あなたすごいよね。噂には聞いていたが、やはり妖魔についているのか。お嬢か。久しぶりに面白い戦いがある。妖者がいる限りお主らに勝ち目はない。戦も博打も不利な面はなし。この高幸福こそが真の三国武装よ。はい、よくできました。執着至極に存ずる。守ることができたわ。その未来から来たとかちょっと信じられないけど。わしは信じよう。そのような手札が人にある。妖者との戦は面白い博打になる。私も信じたいな。武蔵さんを助けられるかもしれないし、百聞は一見にしかずって言うし。かぐやさん、お願い。わ、まぶしい。
かぐや。人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの幼者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには幼者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。芝生将軍らは私と共に主天道寺なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの主天道寺こそが幼者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安兵衛将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平の清盛を追ってもらいたい。かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では少々よろしく頼む。咲き誇れ、誇り高き勝利。